皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールが今日もマリオメーカーをお届けしていきたいと思います。今回は注目の難しいから上級者卒業科目最終科目卒業科目最終科目言いにくいぞ。これできたら上級者だ。スピランプレミアムアイスさんクリア率 5.4% 下クリアタイム30秒ですね。できたら上級者どういうこと？超上級者だったら分かるんだけど、それよりさらに上っていうことかな。やっていきましょう。まずは普通に進んでいけば OK かな。あの土管には入れたりするのかな。バネで赤コインを詰めて音符ブロックはできるだけ踏まないでいくよ。その先はスピンジャンプを踏んでくれた。入っていったら130秒、ん？待って、ベストクリアタイムと比べて制限時間が長すぎませんか。まあいいか、とりあえず普通に、うわお、なるほどね。クリボーを踏んでいけと。これ土管出たところのバネの配置がちょっと嫌な感じかもしれない。そしてこの先だ。よいしょ、おい、これでいいの？どっちに行けばいいの？上下？とりあえず真ん中来ちゃったけど、これ下のも取れるよね。うん、せっかくなんで3枚ともいただいていってしまいましょう。これで赤コイン全部回収完了。そしたら鍵付きのドアってどこにありましたっけ？覚えてないや。あれ、すぐにあったかな。おいおい、あ、上にある、ここか。お邪魔します。で、ここは、はい、塞がれるよね。残り99秒、100秒切っちゃいましたけど大丈夫かな。あぶねえ、びっくりした。このバネ、あー、いやらしい。ドッスンか、ドッスンビビる必要もないんで。あー、ほらー、このバネ超嫌。ちょっとぐだっちゃったかな。まあいいでしょう。よいしょ、これでピンクコインは全部回収完了。これ本当は3周行ってほしかったのかな、作った人は。よいしょ、まあいいんだよね、行けちゃうんだから行っちゃえばいいんですよ、間違いない。クリア率 5% だもんね、そんなに難しいわけがない。よいしょ、お邪魔します。はい、次ここは一応1個叩いておこう。で、ここなんだよ、難しいの。はい、いくよ。OK! 来られた、来られた。ノー、あそこは通りたくないから、このままゴールだといいな。よかった、ゴール。マリオナンバー1。ふふ。このコースはですね、今までの普通のスピランに慣れてると、逆につまずいちゃうかもしれない。バネとパックンの間の隙間の感覚っていうか、そういうのが微妙にいつもと違うんで、そういうところ要注意でございます。上級者卒業科目、これができたら上級者だ。やったぜ、プレミアムアイスさんのコースありがとうございます。お次はこちらのコース、緊急回避うたりさん。クリアタイム8秒ですね。クリア率は 15%、 結構優しめなのかな。まあ難易度は難しいに入ってるんで油断はせずにやっていきましょう。緊急回避、はい、了解了解了解、 OK、 わかりました。あの隙間に入ればいいんだよね、間違いない。おい、あー、この一マスの隙間に入んないとダメなのか。これで OK、 はい。で、なんか入ってんのかな。なんか入ってないと、あれ、何かが入ってるわけではない。さあどうしようか。左側の方には、あ、左側の方に行くと別のブロックが落ちてくる。了解了解、あのブロックを叩くのかな。避けていくよ。まだ落ちてくる、落ちてこない。どうしよう。
おい、よーい。このブロックを叩かないといけないのかな、どれか落ちてくるやつ。そのためにわざわざ画面、あ、違った。こんなところにバネが隠してあった。よいしょ、これでいいのか。マリオタイム、ほほー。あのバネ見つけられなかったらどうするつもりだったんだ。まあ、いかクリアできたから全てはオッケー。緊急回避、ウタリさんありがとうございました。それでは次のコースを遊んでくる。お次はこちらですね。面白いギミック3、リツキさん。ベストクリアタイム10秒8、クリア率 6%。 なかなか難しそうですね。どんな面白いギミックなんでしょうか。やっていきましょう。まずはここでメッツを浮かぶ。あー、なるほど、これは確かに面白いやつだ。自分ではできないけどね、こういう半自動コースになってるとはできて、とっても楽しいやつ。こういうのが自分でできれば本当に楽しいんだよね。イエーイ。はい、面白いギミックだった、ありがとうございます。それでは次のコースを遊んでいきましょう。はい、それでは今日のラストはこちら。もちさん、走って滑ってジャンプスピードラン、クリアタイム18秒。おお、早いな。クリア率はでも 0.95。 難しいな。もちさんのコース最近ちょっとやりすぎかな。でも面白いんだよね。まずは3段ジャンプじゃないかーい。こういうことか。にーサンガリア。次はここはしゃがんで滑っていく感じかな。オッケーオッケー、任せて。はい、あれ、あ、B6 そんなところになったの。ちくしょうめー。おーい、滑っていく。おい、かぶれない、かぶれない、かぶれない。とりあえず先に様子を見ていこう。あれ、あー、 B6 の効果が切れてた。ちくしょうめー。このね、登るの結構苦手。1-2のサンガリア、パーを取って投げる。ちょっと詰まっちゃったけど、まあいいでしょう。ヒップドロップかな。ちょっと右にずれてしまった。これでいい？はい、ヒップドロップ。あれ？どうも右ボタンを押しちゃう癖があるらしい。というか、これはもうコントローラーに埋め込まれちゃってるんじゃないかな、なんていうか。よっしゃー。こうか、壁キックじゃなくてこうか。なるほどね。くれくれくれ、ゲーしゃがむ。さっきまでよりはちょっと速い感じがする。気のせいかもしれないけど。よいしょ、くれくれくれ、残り5秒。くれくれ、3、2、1、ゴー。よかった。結構苦戦させられたけど、しゃがんで氷ブロックのところ降りていくところあるじゃないですか。あそこがね、かなり難しかった。一番やられましたね。走って滑ってジャンプスピードラン、もちさんのコース、ありがとうございました。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、もしよろしければぜひ登録していってくださいね。それでは次回はあなたのコースに、くるくるくる、バイバーイ。